はいどうも、こんにちは。こんばんは。ラウンズでございます。今日はですね、久々に車のカーコロンでございます。まあ、なんと言いますか。まあ、前回ね、取り付けたまずコロンがこちらのね、ドアのとこにある。これね、これ。ホワイトムスクのやつ。ちょっと取り出してみましょうか。入るのはパッと入るんだけど、取るときがね、意外とかな取れた。ドリンクホルダーのとこに、これは、このまま、こう、スタート。ちょうどムーブはね、ちょうどいい感じで入るんだよね。ただ取るときがなんか角度があるのか、若干取りづらかったりもします。ちなみに、この上のドリンクホルダーには入らないです。というわけで、まあ、1ヶ月半、ちょっとぐらい。2ヶ月は経たないかなぐらいは、使った感想ですけども、香りはね、すごくいいです。ホワイトムスク。いつも使ってるメーカーなんだっけもう名前が出てこない。年なのかなブラングね。ブラング。っていう、ホワイトムスクより比べると、ちょっと、なんかちょっと違うんですよ。うん。うん。でもほぼ、まあそれに近いのは近いんだけど、同じようなあれで買うと、あれなんかちょっと違うんだよねって思いますので、まあ買う際はまああれ、必ず、匂ってみて買うのはいいんですけど、で、まあ実際ね、これ、寿命的なのを裏に一応書いてまして、ちょっとね、もうちょっと反転して字がちょっと読みづらいけど、確かに状況には異なりますが、だいたい4、5週間ぐらいですと書いております。実際に経過したのは、まあ、1ヶ月半ぐらいなんで、6週間、7週間ぐらい経過してますよ。で、全然減ってない。わかりますよね。ほぼほぼ減ってないですから、これ。だけど、もう香りがね、もう正直弱いです。ここら辺じゃもう、こうやっても匂わないんですよ。で、もう鼻を近づけて、この瓶のここぐらいまでして、やっと匂うなっていうぐらい、もう匂いがね、すごく弱くなってます。で、実際に、何日か前かな。全く、この車に全く乗らない人、自分は自分で乗るから分かりづらいじゃないですか。まあ何でもそうですよね。実際にめちゃくちゃ匂うのに、わからないっていうのもあるじゃないですか。じゃなくて、全くこの車に乗らない人を、ちょっとこう、開けて、車、匂ってるか確認してみてって、匂ったら、まあ一応、なんか香水っぽい匂いがするね、みたいな。そういったホワイトムスクが好きなんですよ。ホワイトムスクが好きなのに、何の匂いかわかるって言ったら、なんかちょっと、ちょっと甘い系なのかなぐらいしかわかんないです。らしいです。もうすでにね。だからやっぱ4週間 ?4、5週間ぐらい。なので、まあ大体1ヶ月ぐらいですよね。寿命が。1ヶ月半経ってんで、もう確かにね、まあ自分はね、もうすぐ慣れたんですよ。乗せて1週間か10日ぐらいで、うちのちょっと親を乗せたんですよ。だから、めっちゃいい匂いやね、この車、みたいなこと言ってたんですよ。けどね。でも自分はもうその時匂わなかったんですよ。だから結局ね、毎日乗ってる人からしたら、やっぱ全然わかんないっていう感じです。うん、でもね、もう実際にもう全然わかんないぐらいになってるんで、もうちょっとそろそろ新しいのにしようかなと。匂いは確かにいいけど、やっぱコスパ的に言うと、これ大体ね、今まあそのトライアルとかホームセンターとかでだいたい900円から1000円ぐらいします。で、その価値があるかどうかって言われると、またちょっとこれがひっくり返るけど、コスパで言うと悪いよね。うん。香りの強さで言うと、まあそれなりにあったのかなぐらいな。ブラングのホワイトムスクとかの方がいいんじゃない？シート下に敷くやつとか、あれ、だってトライアルで1個で、あれ400円かな ?399 円税込みで売ってるんで、あれを一時期ね、この冬の間とかは自分はこのシートの下に2つ置いてたんですよ、この車で。で、1ヶ月ごとに交換してたとか、そういう感じでやってました。1ヶ月後じゃないから3週間とかかな。で、交換みたいな。交互に交換ね。だから1ヶ月あたり、あれで600円ぐらいか。3週間ごとに交換してたんで、あれで600円ぐらいね。で、これ1000円するんで、その割には、って感じ。なんかめっちゃ残ってる。まあこれ液体の関連もそうですけど、なんて言うんだろう。だから液体も半分ぐらい残ってるのに、なんか実際にはもう匂いがすごく薄いとか、っていう感じのイメージね。ゼリーはまだめっちゃ、ね、めっちゃ残ってるよね。ほぼほぼ9割残ってるんじゃないっていうぐらい。残ってるんだけど、実際にはもう匂いがすごく薄いです。香りをね、試してもらった人は1人だけなんで、そう、何人かに、ね、あれして検証したわけじゃないから、あれだけど、ジム乗ってて、この車匂ってるみたいな。全然わかんないっていう状況ですね。だからまあ全体のコスパで言うと、あんまり良くないのかなと思います。まあ一応まだ車に乗せ、どうだろう、下ろしてもいいのかな。なんかね、こう、このデカさだと、なんかもったいないよねっていう感じね。うん、そういうとこ、ケチ臭いとこあるんで、これほぼほぼこうゼリーの形残ってるでしょ。ほぼ減ってないもんね。だから、なんかすげえ、こう、なんか、もう匂わないんだよな、みたいな。うん。というところでございまして。まあ実際ね、この1ヶ月使った感想で言うと、まあ最初の3週間ぐらいは、まあ匂ってたかなっていう感じ。ある程度ね。そっからはもう匂いがもう徐々にこう、急激にじゃないけど、こう徐々にこう落ちてって、1ヶ月ぐらいの時でもう、自分的にはもうあんまわかんないねっていうとこなんで、まあこれ1000円かけて、ね、いいならいいんじゃないかなみたいな。確か今トライアルでは900円から899円ぐらいになってたと思うんだけど、いや、買った時は899円だったっけ？まあね、この、乗るコーポレーション。うん、まあ興味がある方はね、まあ、一回使ってみたらいいんじゃないでしょうかというところです。ただドリンクホルダーね、さっき見た通り普通の多分ドリンクホルダーだと、この四角が大きいので、そこには入らないです。だからどっかに、ムーブの場合は下のドリンクホルダーがちょっと大きかったんで入りましたけど、基本は入らない。ドリンクホルダーに入らないので、だからこれ500のペットボトルが入るドリンクホルダーならパッといけるんだろうけど、それに入らないので、四角でね、でかいんで。だからまあどっかにこう置くっていう感じで、ちょっと取り付けてみようかなっていう人はいいかもしれない。ただ基本的に一応家庭用のなんか、やつらしいんですよね。そもそも蓋を開け、玄関、トイレと水平な場所に置いてくださいって書いてある。カー用品とか、トライアルとか行くとカー用品コーナーに置いてあるから。でも両面テープとかないんで、もしね、一回使ってみたいなって方は、両面テープとかを別途用意してみてください。はい。ということで、まあ、ホワイトムスク的には、ブラングとはちょっと違うけど、ちょっと違うんですよ。でもほとんど言われればホワイトムスクだよねみたいな。ホワイトムスクよりは少し甘い気がするっていうぐらいです。はい。で、まあこれもね、もうちょっと入れ替えようかと思いまして。で、まあ最近はね、まあ少し寒くなって、下から暖房、エアコンは入れてないですよ。エアコンをオフ、コンプレッサーは回さず、送風でね、暖かい風、エンジンが温まったらね、もう分かりやすくエンジンの熱をちょっと軽く使いながらの、あれなんで、暖かい風は出るんですよね。冷たい風は出ないけど、まあ足元からね、出すんで、次何につけようかなっていうところで、まあホームセンターとかね、ちょっと回ったんだけど、なんかやっぱこれだっていうのはね、結局見つからず、冬といえば、やっぱりちょっと甘い。まあホワイトムスクもすごくいいんですよ。いいんだけど、足元からこう、送風で出して、香りがこう、充満するようなやつで、ホワイトムスクってなかったんで、まあちょっと結局巡りに巡ってこちら、パルファムロゼでございます。うん、やっぱこれかなと。これね、もう最近安い。これ1個で250円ぐらいです。税込みでね。最近2つ入りで500円で売ってたりするんですけど、平均してもう今250円ぐらい売ってる。もう発売されて結構経ちましたよね。これね、もうなんと言ってもコスパがいい。もともとそのね、サワデっていうのはね、家のあれで使ってたやつだから、日本でずっとね。だからこれ250円ですよ。250円。ファブリーズでも300円ぐらい。ちょっと高いんですね、ファブリーズの方が。でもファブリーズは、あれ日本製じゃないですから。なのに、これはそれよりも安いのに、日本製。ここに書いてますよね。メイドインジャパンでございます。基本的にコスパがすごくいい。で、基本、これね、3種類あって、最近ね、5種類ぐらいに増えたのかな。5種類。プラス5種類ね。3種類プラス5種類だったかな。そっちはね、まだちょっと高いんだよね。安いのはこの最初に出たこの3種類は安い。で、大体これもね、1ヶ月ぐらい。下から暖房でだんだん出すんで、大体1ヶ月ぐらい持つんですよ。ここに使用期間ね、約1ヶ月ぐらい。春、秋の場合ですけどね、1ヶ月ぐらい。といっても、さっきのこの、ホワイトムスクのノルコーポレーション。これも、だって4、5週間。4、5週間ってことは1ヶ月ってことでしょ？ 1 ヶ月で899円。こっち1ヶ月で250円。しかも何を言ってもね、こっちのメリットの方が大きいっていうのは、自分からしたら大きいんですよ。なんでかって言ったら、これエアコンにつけるじゃないですか。で、エアコンにつけるにしても、これ、上からでも下からでもいけるじゃないですか。エアコン取り付けっていうか、もう家庭とのつけてる。キャップ外して、リンゴって感じで。リンゴっていう感じ、このピンクはね。これでもう完成なんですよ。で、あとは、今エアコンのね、吹き出し口は、だいたいね、オートとかにしてたらだいたい足元で。前から普通は出さないんですよ。前から出すと、乾燥した空気がもろかかるから。自分はその乾燥肌ではないんで、そんな気にしないことはないけど、やっぱ口の中も乾燥しちゃうしね。で、人によっては上から、曇りのあれ上からと下から出す人とか、いろいろね、それ好みなんで全然いいんですけど、基本的にはやっぱ足元から出すっていうのが基準じゃないですか。で、足元から出すときにこれを足元の送風口に取り付けておけば、下からバンバンこのいい香りが出るんですよ。やっぱこれがね、冬はいいかなと。で、上は、夏はね、上から出すんで上につければいいし、冬は冬で下につければ、この匂いが絶対的に回るんで、車のエンジンをかけてしばらく走って、足元からこう風を出し始めると、この匂いがブワーって充満するんで、すごくね、いい香りがするんですよ。これをね、一応足元のそのドアの、ドリンクホルダーのところに置いてたんだけど、直接風が、当たりづらいとはいえ、あそこにあったから、一応こう風は回るとこにあるんだけど、やっぱね、匂いは回りにくい。実際減ってないしね。冬だからっていうのもあるかもしれんけど、で、匂いはないっていう。なんだろうね。これもそうですね。これも詳しく言うと、液がある程度減ってきて、残りちょっとになった時はもうあんまり匂ってなかったりするんですよ。これも一応検証でやったんで。だから大体ほんとこれも1ヶ月ごと、ぐらい、1ヶ月ちょいぐらいで、変えた方がいいかなと思います。冬の場合は特に下から出すんで、乾燥した空気が出るから、基本的に液は結構全部吸っちゃいます。全部ね。夏は意外とちょっと残るんだよね。1ヶ月ちょっと経っても。っていう感じです。はい。で、これをね、ムーブの場合の取り付け部分なんですけど、ちょっとね、この助手席部分ね。運転席は、なんかあって、ポトッと落ちた時に、足元に当たるっていう感じかな。風が出るとこあるんですよ。あるんだけど、なんかあってポトッと下に落ちたら、運転中だったら、ちょっとビクッとなっちゃうんで、私は基本的に助手席につけると。で、助手席側で送風口という、ここになるんですよ。ムーブの前ね。で、ここら辺に取り付ける。めちゃくちゃ匂わせるようになる、ここね。もうこれで完璧です。めっちゃ匂うから。すげえ匂いますから。おすすめ。だから、ここに取り付けれる人は、このタイプがすごくね、自分もおすすめしたいところでございます。というわけで、1ヶ月ね、ホワイトムスク使ってみたんですけど、ちょっとコスパ的とか、香り的には、ちょっと自分は微妙だったかなと思います。家の中置いとこうかな。玄関にでも置いとこうか。せっかく、もったいないんでね。多分まだうっすらは匂ってると思うんですよ。でも、ほぼわかんない。車の中でわかんない。車はちょっと隙間風とかあって、玄関もそれ言ったらそんな、なんでもキリがないけどね。はい。というわけで。個人的に今後買うかって言われたら、もうちょっと買わないかなっていう。もうちょっと安かったらね、ありかもしれないけど、例えば900円か。899円とか999円とか。で、売って、さらにもう、そうだね、1000円ぐらいするならもうちょっとね、長続きともうちょっと強烈な匂いが好きなんで、どっちかというとね。はい、そんな感じで。ちょっと今後、自分は買うことがないかなと思います。はい、そんな感じで、今日は以上でございます。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあね。